ということで、突発エキシビジョン2-29ということでやっていきましょう。貴様のクローレオマジック都庁。まあまあ、学園長。俺様たち、ちゃんと犯人を見つけたんだぞ。見つけたんだぞ。約束通り試合に出してくれるんだろうな。だろうな。え？あ、そんな約束してましたね。さあ、どうする、クローリー。絶対に無理だと思って、すでにトーナメント表を発表してしまいました。さて、どうしましょうか。いや、本当にね、いや、まあ、絶対無理とかじゃなくて、単純に、そもそも、グリムたちを入れるのが無理なんだよな。自然だぞ、うん、詐欺なんだぞ。詐欺しちゃった。火は燃やしてやる。ふねー。いや、燃やすのは待ってください。今何かアイディアを考えます。そうだ、エキシビジョンマッチで特別参加枠というのはいかがです。優しいので、トーナメント本戦が始まる前に余興として行えば問題ありません、うん、きっと目立ちますよ。目立ちますよ。目立つ、うん、ええ、そりゃもう目立ちますよ。目立ってるんだったら何でもいいんだぞ。いいんだぞ。テレビで大活躍する俺様を見てスカウトがいっぱい来ちゃうかもなんだぞ。なんだぞ。うん。あ、でもマジックは7人必要なんじゃん。補填選手、どうしましょう。あ、それから対戦相手も教師でチームを急増するしか。さあ、どうするの。おめえ、それも忘れてたんだぞ。いや、まあ、そりゃしゃあないよね。話は聞かせてもらったぜ。おっと、出たがりが来た。出たがりのやつはいたわ、そういえば1年生に。うん。その助っ人の件、僕たちが受けよう。受けよう。何を言ってるんだ。とりあえず出たかったやつらだ。君たちはハーツラビリ寮の所属じゃないか、うん。大会のルールに、他の寮のチームに入っちゃいけません、なんて書いてねえもん。さあ、ルールを重視する。いやあ、これは、聞いてるしかない。そんなこと考えたこともなかったけど。そう言われれば書いてないな。書いてないもんね。これはリドル君受け入れざるを得ない。面白そう、うん、俺も監督生ちゃんのチーム入りたいな。いや、君はハーツラビルのチームメンバーなんだよな。ケイトはうちのレギュラーメンバーだろう。さすがにね。先輩たちの試合応援するだけなんてつまんないし、どうせなら試合出たいじゃん。出たいじゃん。僕はこいつと違いますよ、うん、純粋に友人を助けたいだけです。ニュースは嘘。対戦相手がいねえなら、俺たちサバナクローが相手になるぜ。おっと、まさかの、教師チームが相手なんて、ままごと丸出しだろうがよ。なんだ、お前案外いいやつじゃん。いや、これ単純に叩き潰しに来てるでしょ。大丈夫？勘違いすんじゃねえ。借りをさっさとチャラにしちまいたいだけだ。いやいや、これ実は叩き潰されちゃうぞ。ただでさえヘトヘトだっつうのに、もう一試合増やそうってか。ジャック君、鬼っすね。鬼っすね。もうめんどくせえ。まとめてかかってこいよ、草食動物と。でもこれ、サバナクローにボコボコにされそう。絶対試合はしてやらねえからな。覚悟しておけ。よし。よかった。またトレイン先生に3時間ほど小言を言われるところでした。この力関係どうなってるの？君のチームは助っ人を含め4名。あと3名選手を集めれば試合ができますよ。あと3名。どうする？全然足りてねえじゃねえか。せっかく他の寮の奴らまでチームに入ってくれたのに。だってもしかしてさ、今、監督生も入ってたチームに。魔法使えんよ。なんで俺様たちの寮は2人しかいねえんだぞ。実質グリムだけなんだよな。ゴーストくんたち、ゴーストくんたち来ちゃう？そうか、寮生って寮に住んでるやつのことなんだぞ。まあ、大雑把に言うとそうね。なら、オンブロ寮には俺様たち2人以外にも住んでるじゃねえか。なんか寮生と仲良くなったもんね、ゴーストくんたちと。20年前の選手たちが、ゴーストの皆さんを選手に登録するってことですか？ここですか。昔強い選手だったって言ってたやつもいるし、うってつけなんだぞ。うってつけなんだぞ。本当にそうかな。俺様呼んでくれ。うん。キャッホーイ。グリム出られるんだぞ。グリム楽しそうで可愛いね。いいことだ。うん。なんでもありだな。幽霊相手にまともな試合ができんのか。
いやビルム遊んでもらってたからな。監督生なんて、うん、選手なのに魔法が使えないんだぜ。いや本当に選手に入れないでほしい。防衛魔法も使えないんだが。テレビに出ると思った。やめてほしい。急に緊張してきたな。うん、では早速会場へ。とその前に、はい、うん、皆さん足元に黒い石のようなものが落ちていませんか。ビルムがもう食べたんじゃない？え、黒い石、うん？学園長が落としたんですか。いやいや、はい、あれでしょ。見当たらないなら結構です。さあコロシアムへ急ぎましょう。行きましょう。監督生、行くぞ。行くぞ。絶対グリムもう食べてるよそれ。うん。さあいざマジカルシフト大会へ。さあマジフト大会やっていきましょう。やーん。この間の接触晴らしてやるぜ。いいぜ、本気で来いよ。よーし。これもうカメラ回ってるのか。いいじゃんリュース、お母さん見てくれるよ。うん、よーし、くな行くぞ。リュース、リュースじゃないや、これグリム。うん、さあやっていきましょう。やー、よし、はい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 。やー、これはとりあえずただね、せっかくの演出めっちゃ見たいんだけどね、これ気になるんだけどなかなか難しいよ。ラギーが出てきた。ラギーの魔法をガードしていく。待って、この魔法の応酬の中にさ、僕さいるの本当に嫌なんだけど。魔法使えない人ここにいるの絶対危ないよね、怪我するよね。大丈夫かな。めちゃくちゃ魔法打ち合ってるんだけど大丈夫本当に。いやー、これは怖い。ただこれやっぱリドル強すぎるよね。にゃー、ダックが強え。うん、いやー、俺さんさっきから目立ちまくりなんだぞ。ほんとにそうかな。怪我に相手容赦ないっすね。いいぞ。レオナがなんか、おい、なに、石原さんもやられてるしとけ。おっと、さあ、いいぞ。なんか、レオナがちゃんと指示出して。あ、嬉しそう、ジャック。ジャック嬉しそう。レオナさんに指示を出してもらえて、ジャックが嬉しそうだ。いいねー。いいことだ。うん。かわいい。いいなぁ。憧れの選手と、ちゃんと試合がやっとできてる。うん。これはジャック、大喜びですよ。うん。にゃーん。よいしょ。あ、でもこれ、僕の方も結構順調じゃない？なかなかに演出を楽しんでる割には、まあ、グレートいっぱい出してるけど、多分、今のところミスはない気がする。わかんない。どうだっけ？覚えてないけど。でもなんか、いい感じな気がするよ。よし。じゃ、そんなわけで。よっしゃ、初ゴールいただき。お、ゴールしちゃった。エースいいじゃん。うん。やるじゃねえか。うん。だから喜んでるの今のうちだ。すぐに繰り返してやる。楽しんでますやん。うん。その前に俺様が超実力のシュートをお願いしてやるんだぞ。名付けて、グレートグリムハリケーン。何そのダサいよ。いいぞ。イェーイ。観客も盛り上がってる。ということで、エピソード2の30、集客サバナクローですね。今回の最終回ということで、ちょっとだいぶ長くなっちゃってるけど、このまま続きでやっていきましょう、最後まで。うん。最後、保健室です。あ、目が覚めたんだぞ。待って、やっぱ、待って、僕保健室に行くことは、やっぱあの魔法の中でボロボロにされた？大丈夫？ここはどこ？後半、試合が始まってすぐ。グリムがぶん投げたディスクが頭に直撃して気絶したの。待って、しかも魔法じゃない。僕がやられた理由魔法じゃないんだけど。グリム？お前何してんだ。超ロングシュートを決めてやろうと思ったんだけどね。そういうことか。初心者がさっきのわけわかんない技をもらっちゃったのか。とにかく目を覚ましてよかった、うん、全然目を覚ましなかったから打ち所が悪かったんじゃないかと心配してたんだ。いや、打ち所は悪いよ、間違いなく。てなわけで、お前が寝てる間に、うん、閉会式もとっくに終わって、もう会場の撤収作業始まっちゃってるよ。あらら、うん、どの寮が優勝したの？これはディアソムニアでしょ。優勝はディアソムニア寮だ。出た。ああ、うん、結局手も足も出なかったっすね。あ、そりゃそうだ。他の寮の奴らにもボコボコにされるし、今年の大会は散々っす。ボコボコにされてた。レオナ先輩、前だ。ラギー先輩、目が覚めたんすか？そっちも寝てたんだ、うん、この俺が昼寝以外で保健室のベッドを使う羽目になるなんてな。残念。で
でもその服、その髪型だとなかなかかっこいいね。ディアソムニア寮生は一人もここに担ぎ込まれてないとこがまた腹立つっすね。腹立つっすね。噂には聞いてたけど、うん、マジでディアソムニアの寮長半端なかったわ。半端なかったわ。あ、ということで、そっか、今回もディアソムニアの寮長として見ることはなかったから、この前のあった謎の角太郎は角太郎のままなんだ。ああ、うん、すごかったな。監督生も見たら驚くはずだ。あ、違う意味で驚くかもしれない。あれに勝てるイメージ湧かないのは、うん、分かるって思っちゃった。あらら挑む前から負ける気でいたら勝てるもんも勝てねえよ。そうだぞ、いいぞジャック、偉い。来年は絶対ディアソムニア寮に勝ってみせる。卑怯な手を使わず俺の全力を尽くしてな。うん、でも来年あれだよ、ドラコニア君は多分殿堂入りだよ。卑怯な手だって自分の力のうちだろ。あらら、まだ言ってますね。反省の色が見えないな。反省ボコボコにするか。どこに反省の必要が、うん、今年の大会は俺なりに全力を尽くした。来年もまた勝つために全力を尽くすだけだ。来年もやる気満々だ。うん、さすがレオナさん。待って、来年も留年するのかお前。留年すな。やれやれ、うん、先が思いやる。来年卒業しといて。来年こそはトーナメント戦に出てやるんだぞ。僕たちも選手枠として出られるように頑張らないと な。そうだな。確かに今年みたいにかっこ悪い目立ち方はもう勘弁だわ。わあ、星太郎取り付けた。あ、これあれでしょ、多分レオナ君のお兄ちゃんの子供でしょ、次期王でしょ多分これ。なんなんだぞこの子供。この子供なんなんだぞ。レオナおじたん、レオナおじたん、かわいい。うるせえのが来た。でもレオナ君だって王様になりたかったらこの子ぶっ殺せばいいのにね。普通にこうやって仲良くしてるから意外といいやつなんだろうな多分。知らんけど。この毛玉は兄貴の息子のチェカ、うん、俺の老いだ。うん、そして老い次の次の王だよ。うん、ってことはこれが王位継承権第1位の次の王なのか。無事たんの試合、うん、わかんないけど、かっこよかった。今度帰ってきたら僕にもマジカルシフト教えて。お、いいね。わかった、わかったから耳元で大声出すな、うん、お前、お月の奴らはどうした。今頃暴くって探してるぞ。おじたんに早く会いたくて、うん、みんな置いてきちゃった。かわいい。セカはかわいすぎるな、これ。うん、レオナ先輩の苦悩の種って。うん、無邪気な天使。しかも、うん、めちゃくちゃ懐かれてるんだぞ。うん、うるせえな。ジロジロ見てんじゃねえ。レオナ君、ねえねえおじた、いい子だ。次いつ帰ってくるの、うん、来週、その次。あ、僕のお手紙読んでくれた。あ、かわいいな。何度も言ホリデーには帰る、うん、おい、腹に乗るな。レオナ先輩の腹にズカズカと馬乗りに。いい子だな。いいぞ、うん、こりゃ大物っすわ。大物っすわ。こういうところがな、違いだよな、レオナとの。わかるか。レオナさんが実家に帰りたがらないのは、うん、こういうことだったんすね。だったんすね。みんな、おじたんのお友達。お、お友達だぞ。そうだぞ。そうそう、おじたんのお友達ねえ、レオナおじたん。おじたんいいてめえ、笑ったら傷に響く。かわいそうに。てめえら笑ってんじゃねえ。後で覚えてろ。いいぞ。うん。お、帰ってきたおもろりょう。あいつは、いねえな。風呂か。では、本日のお楽しみタイム。お、グリムがなんか、サバナクローリオに落ちてたのをこっそり持って帰ってきた。出たー。やっぱ持ってると思ってたよ、ゲーム。アメちゃんじゃないなら何なんだ。どう考えてもブロットの塊なんだよね。俺様が見つけたんだから、俺様のものなんだぞ。いただきまーす。やってんな、グリム。これをまた、
ちょっぴりビターでピリッとした刺激が舌を楽しませる大人なお味なんだぞ。これを味わえないなんて人間はもったいねえな。大丈夫かなグリム、腹が膨れたら眠くなってきたんだぞ、いやグリムが本当に最後の最後大魔獣になってしまいそうで怖いよ僕は。まだあったまだあったかということは多分このなんだ今回の動画どっかで途中で切って2回に分けてると思う。いやさすがに終わると思ったじゃん。もう一発あったか。まあ、でもとりあえずこれもやっていきましょう。不思議ミラー。はい、ということでエピソード2-31不思議ミラーですね。ボンボロリオ自分の部屋。大変な一日だったな。グリムもう寝てるの？グリム寝てるか。お風呂から出てきたらグリムが黒いのを食べて寝ちゃってた。おやすみ、グリム。あ、どうなんの？お、なんか、鏡が光っている。どういうこと？あ、この鏡、あれか。毎回その夢の見るときに言ってたやつだ。何なんだろう、これは。不思議ミラーだな、ほんとに。いやー、なんか黒い。なんか黒いのが、ここにあってしてる。なになに？あれ、グリムのお腹の濁り度合い？違うか。よし。朝チューン。グリムー。グリム普通に元気。起きてる。偉い。起きてはねえわ。言ってた。あの黒い影は何だったんだろう。グリムのお腹の中の闇成分かな。あ、オクタンビネル量談話室。本年度のマジカルシフト大会の売り上げは前年度に比べて 12% アップですか。上々の結果ですね。アズール実は協力してたのバレてないのかな。大丈夫？アズールはバレてないの？でもさ、今回の大会、俺たちビリから数えた方が早い順位だったじゃん。あーだな。そんなもの、再会でなければいいんです。所詮マジカルシフトなどディスクを追いかけて犬のように庭を駆け回るただのお遊び。人によってなかなか考え方が違うらしい。僕たちオクタビネル寮が本気になるべきフィールドは、そう、そう、何？期末テストです。あ、オクタビネルは頭がいいとこだった。アズール、早速依頼人から連絡が。今夜ラウンジに直接お話にいらっしゃると。何依頼人では。特別なおもてなしの準備を。第三章はオクタビネルの話っぽいね。楽しみですね。はい、ということでエピソードクリア。エピソード2、荒野の反逆者をクリアしました。ということで今回ここで終わりにしましょう。まあ、レオナくんたちは、まあ、何なんだろうね。まあ、いいよ、許そう。いい子たちだ。いい子たちではないけど、まあ、これからもっと大人になってくれるでしょう。こんな感じで、みんな仲良くていいぞ。知らんけど。では、今回こんな感じでおしまいにしていきましょう。お疲れ様でした。またね。バイバーイ。